カナダに暮らす。メスの柴犬、スカウトちゃん。スカウトちゃんが外に出たい時はいつも、思いっきり首を後ろに反らすんだそうです。あまりの角度に心配になってしまう人も少なくありませんでしたが、それでも可愛い、と、外国人から大人気になっていました。すごく興味深い。うちの11ヶ月の芝も、いつも同じことするんだよね。アメリカ。キモいと言うべきなのか、可愛いと言うべきなのか決めかねてる。アメリカ。こんなに可愛らしい、悪魔付きは初めて見た。ノルウェー。こんなことは言いたくないけど、神経の病気も疑った方が良いのでは。アメリカ。ははは、芝って、さ、時々かなり変なことやらかすからね。アメリカ。誰か、エクソシスト、祈祷師を呼んであげた方がいい。イタリア。どうなってやがる。何か、霊的なものを考えちゃうんだが、アメリカ。想像を超えた動きなもんで、最初は、本物の犬じゃないかと思ったよ。歯は、カナダ。惚れちゃってるんじゃって、心配になる、くらいよく回る首だね。ポーランド。一応動物病院で見てもらうことをお勧めするよ。その時に、この動画を見てもらった方が良いと思う。カナダ。可愛くて、ギャー、怖くて、ギャーで忙しかった。イギリス。我が家で次に飼う犬は、芝で旋回一致しました。ベルギー。なんてこった、あんな可愛らしい尻尾が、この世に存在したのか。アメリカ。振り向くにしても、あんな向き方あるかい。メキシコ。フクロウの DNA を持ってるとしか思えません。アメリカ。見てるこっちが首痛くなってきちゃうアメリカ。首が折れちゃってるように見える。俺の家の犬が突然あんなことやりだしたら心臓発作起こすね。スウェーデン。いきなりあんな風に見てきたら私も腰抜かすと思う。ノルウェー。このワンコが死ぬほど欲しいんだが、カナダ。カナダに暮らす。メスの柴犬、スカウトちゃん。スカウトちゃんが外に出たい時はいつも、思いっきり首を後ろに反らすんだそうです。あまりの角度に心配になってしまう人も少なくありませんでしたが、それでも可愛い、と、外国人から大人気になっていました。すごく興味深い。うちの11ヶ月の芝も、いつも同じことするんだよね。アメリカ。キモいと言うべきなのか、可愛いと言うべきなのか決めかねてる。アメリカ。こんなに可愛らしい、悪魔付きは初めて見た。ノルウェー。こんなことは言いたくないけど、神経の病気も疑った方が良いのでは。アメリカ。ははは、芝って、さ、時々かなり変なことやらかすからね。アメリカ。誰か、エクソシスト、祈祷師を呼んであげた方がいい。イタリア。どうなってやがる。何か、霊的なものを考えちゃうんだが、アメリカ。想像を超えた動きなもんで、最初は、本物の犬じゃないかと思ったよ。歯は、カナダ。惚れちゃってるんじゃって、心配になる、くらいよく回る首だね。ポーランド。一応動物病院で見てもらうことをお勧めするよ。その時に、この動画を見てもらった方が良いと思う。カナダ。可愛くて、キャー、怖く